ああ、いずれにせよ前のはもう古いからな。今度のスーツはマーク6だぞ。ソンナムから届いたばかりだ。じゃあテストを始めよう。まずは慣れてもらわんとな。オーケー、最初は照準からだ。上のライトを見てくれ。よし、下のライトを見てくれ。よし、もう一度上のライトを見るんだ。以上だ。次は下のライト。オーケー。よし、チェック完了。スタンバイ、抑制剤オフにするぞ。ちょっと動き回ってみてくれ。オーケーならシールドステーションに来てくれ。一回しかやらないからしっかり集中してくれよ。このステーションではシールドのリチャージングをテストする。今度のスーツはシールドのリカバリがすごいんだ。効率いいぞ。よし、ほらな、リチャージ速度がぐんと上がっただろ。シールドがダウンしたらどっかに身を隠してメーターがフルになるまで待つんだぞ。そん時は俺の後ろに隠れるんだな。で、やつはどんな調子だ。おむつは取れたのか。バトルスーツは問題ない、ジョンソン。おとなしく待ってろ。もう行っていいぞ。焦らずにやりな。心配するなって。なんなら俺が手を繋いでてやるさ。さーて、ジョンソン、どうやって地獄から生還できたかそろそろ聞かせてくれよ。悪いな、機密事項だ。ふん、それじゃあ A2 のスコープ調整の件はなしだ。お乳の M7 だって。これはまた随分だな。もしかしてセレモニーに招待されなかったのか。地球か、久しぶりだな。俺が新兵だった頃は機動防衛グリッドなんざ机上の空論だったのによ。いつの間にやらこの回路みたいなステーションがざっと300以上だもんな。あのマックガンならコブダントの主力艦だってイチコロだ。あいつをアテネとマルタからも一緒にぶっ放せば怖いもんなしだな。今朝はやけに賑やかだ。なんだか知らんがかなり派手なことになりそうだぞ。敵が侵入した。総員、戦闘配置につけ。これは訓練ではない。繰り返す。これは訓練ではない。圧力ドアを閉鎖。見ろよ、マルタはもう敵を追い払ったのか。マルタ、状況を報告して、オーバー。ああ、敵が撤退しています。我々の勝利です。まずい、マジでまずいぜ。攻撃に備えろ。
から敵が侵入。決まった。オルタナ、どうなってる？爆発はアテネ内部で起きています。マルタもそう。コブナントが何かを持ち込んだようです。爆弾を。では、ここも危ないぞ。チーフ、探し出してくれ。ところで出くわしちゃったのよ。ご心配なく、ちょいとお待ちを。ありがとうチーフ、助かったわ。
私がやるわ。ミッションは待ってくれないわよ。シャキッとしろ。墜落現場を離れろ。早く行け。市内に送らせるわ。敵の対空砲火に備えて燃やしてほしいの。確認するんだ。下がれ。わかりました。護衛に向かいます。チーフ頑張れよ。コブナント軍の大部分がシップの真下に集結しているわ。あなたは招かれざる客ってところね。その橋が市内に行く一番の近道よ。チーフ、ボットが発射されたわ。あなたの位置に向かってる。トンネルから橋に出られるわ。ネズミがいっぱいでしょうけど、泳ぐよりはマシでしょ。コブナントの無線を傍受して分析したんだけど、どうやらかなり混乱してるわ。私やあなただけじゃなく、地球に人類がいるなんて思いもしなかったみたい。頭悪いわよね。でもだからあんなに小さな艦隊だったんだわ。チクショー、なんてこった。ターゲット制圧。チクショコブナントが体勢を立て直そうとしてる。止めなくちゃ。チクショー、チクショー、チクショー、チクショー。
とかタレットを運んでいるぞ。チクショー、グラントがタレットを運んでいるぞ。チクショしてよ。お楽しみはこれからよ。行くよ。よく見て。派手な歓迎パーティーだこと。また敵が来た。敵を倒した。足止めを食ってるわ。レイスを狙って、あれが元凶よ。あのビルで味方が大勢足止めを食ってるわ。レイスを狙って、あれが元凶よ。部長です。司令部はこちらです。我々が到着した時、注意が撃たれて。今は誰が指揮してるの？バンクス軍曹です。あちらです。ご案内します。まさかスパルタンが援護に来てくれるとは思いもしませんでした。問題発生。なんてこった。何だってんだ。お前、文句言う許可を与えたか？このまま突っ込んでくるな。伏せろ。
ペレス5丁です。司令部はこちらです。我々が到着した時注意が打たれて。今は誰が指揮してるの？バンクス軍曹です。あちらです。ご案内します。まさかスパルタンが援護に来てくれるとは思いもしませんでした。問題発生。なんてこった。何だってんだお前。文句言う許可を与えたか。このまま突っ込んでくるな。伏せろ。奴にムカついてきたぜ。よし、いよいよスカラベを仕留めるぞ。Thank you.
スプリみんな、奴を始末しろ。私はオラクルを守る。真実を封じさせるな。奴らは尻尾を準備しているぞ、アービタ。リーダーを、ハイプに気をつけろ。ファントムを生き援護に向かわせろ。感謝のリーダーはこの辺りにいるらしい。着陸地点を一掃して突入しろ。何が起きたんだ。預言者どもが誰をよこすのか楽しみに待っていたんだが、アービターとは光栄だな。ホロドローンを使っている。近くにいるぞ。出てこい。覚悟を決めろ。お前らこそな。リリラ、来るぞ。フラットだ。
Thank you.
着陸ゾーンに戻れ。今からアビターがこのステーションを切り離し、異端者をシェルターから叩き出すぞ。神のご加護があらんこと、我々は神の手を忘れない。ソードを使え。ソードならケーブルの切断もわけはない。預言者はどうやってお前の忠誠を買った？アービタ、司令官の地位か艦隊か、それとも軍のヤクザか、大いなる旅立ちとやらのな。見てみろアービタ、こうした施設は10カ所以上ある。パラサイト専門の研究機関だ。だが武器はどこだ？アービタ、結果はどうだった？膨大な時間と努力の果てにフォアランナーが得た成果といえば、あの忌まわしい氷紋の群れだけだ。
預言者たちが神と崇める彼らは一体どこへ消えた？旅立ったか？ハッ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 ハ、とんでもない。こいやつ、やつらがどうなったか教えてやる。あのタレットを何とかしなければ。気をつけて、これはまた別の建物よ。これはまた別の建物よ。
よかった。アンバークラッドに関してはまだ敵の無線には出てこないわ。変ね。コブナントは私たちの存在に気づいてるのにあまり警戒してないみたい。もうすぐ腰抜かしちゃうわよ。なんてことだ。湖、どう見ても火山活動でできたものじゃないわね。人工的に作られたか、地殻変動によるものかも。あら、ごめんなさい、取り込み中だった。おそらくフォアランナーは遺跡の周囲に新しい建物を建てましたのね。遺跡を守るために。これは単なる憶測よ。検証するにはきちんと調べないと。水面下でつながっているんだ。これで降りるみたいね。それとも泳ぎたい？この預言者のシップからハイチャリティとかいうところへの通信を傍受したわ。どうも真実と慈悲の預言者への正式な謝罪のようね。地球への攻撃は開墾の預言者のフライングだったのね。
彼は人間の存在は予告されていなかったと反論しながら、自分の早計さを許すよう他の預言者たちに頼んでるわ。だからあんなに小規模の艦隊だったのね。でも預言者のくせにそんなお粗末な情報しかなかったなんてちょっと妙ね。開墾の預言者のシップにハイチャリティから返答が入ったわ。真実の預言者からの暗号化されたメッセージよ。聞いて。そなたの軽率さはコブナントの構想の成就を危険にさらした。だがその失態を公衆にさらすことは免れるであろう。それも慈悲の預言者と評議員のおかげだ。真実、慈悲、開墾、この3人が大祭司ね。開墾の預言者を倒せば奴らの統制を崩せる。まあ真実の預言者にとっては願ったりかも。Thank you.
ファントムがガンガン来るわよ。数が多すぎてトラックしきれないわ。早く急いで。ターゲットよ、やっつけて。預言者の護衛がそこら中にいるわよ。後ろに気をつけて。私の説教邪魔するつもりか。危ないぞ。旋回してる。こっちに向かって撃ってくる気よ。さっさと退散しましょう。それが何とかしてそれを地に背を向けた瞬間にやるんだ。
標に向かいます。できる限り引き止めておきます。うわ、いややめてくれ。射撃やめ、射撃やめ。アービーだ、ここで何をしている？何としてもここを守るんだ。
預言者の選択は正しい。
愛妻子殿は失敗に考えてます。
ルートよ、こいつら早く始末しちゃった方がいいわね。奴らはシールドジェネレーターを持っていないけど早く片付け。僕が怖いんでしょ。悪魔が評議会室に侵入したというのか。大祭司を守るんだ、出口を塞げ。そうは思わないけど。ドアの近くの台座に私を下ろして。あいつ、真実の預言者がインデックスを持ってるわ。奪うのよ。ドアのところに行って、行って。私がネットワークにいた方が真実の預言者を追跡しやすい。こっちよ。
テレナスとの契約を交渉する。いつで自体アクマを立たずに。
今コブナントが自分たちのシップを2隻破壊したわよ。さっきからそのもう一度私の防御プログラムコブナントのトライ大丈夫ちょうどスペースよ。まさかアンパークラットだわ。地下からハッキングされるなんて考えてもみなかったみたいね。現在の競技人は生命の人物の仲間の兵の皆様です。立ち上がれみんな、エリートどもを引きずり下ろすんだ。倒そう。パワーを見合いやすしたら下取りの駅は食べたいだろうな。これをここへ戻ってくるに違いない。トランスポンダーが2つ反応してる。司令官とジョンソンよ。2人とも真実の預言者に接近してる。助けに行かなくちゃ。
が起こる前にね。この
の聖なる宮家、オメオメプランナーとくれてやる。やらずやらばし、ちょっと返しもよいよい。我々よりも強大なパワーを持つ敵など存在しない。プラッドと例外ではない。フォアランナーはパラサイトに来てしまったが、我々の彼らは続く。どうなんだ、生き物。
信号発射どころか離れ始めてる。ハイジャックとパワーグリッドから離脱しようとしているわ。真実の預言者を止めて、それが最優先よ。現世から隔たる時が来た。Thank you.
シャットダウンして。あいにくこのシーケンスにおける私の干渉は許可されております。だからどうやって。それは警察の処理的は困りますよ。事件は頼みます。さっさと答えて。このように混乱とした状況でなければ鍵を抜くことは恐れそうでしょうな。それだけ。ジョンソンやるわよ。ちょっと待って。まずはあのブロードの先決です。あれは何？ビーコンです。何に使うの？超高速の通信システムです。周波数は。通信って一体どこと？他のリングとです。説明して。 ASF プロトコルです。緊急シャットダウンが実行されるとシステムは自動的に待機状態へと移行します。つまり現在全てのリングは遠隔操作が可能な状態です。遠隔操作？ここから？ご冗談を。聞け、ティンカーベル。もしお前が。ではどこ？リングの遠隔操作はどこなら可能なの？オークです。当然でしょう。でそれは一体どこにあるんだ？何者かが接近中。船体は識別不能です。味方でなければ排除しろ。こちらスパルタン117。聞こえますか？オーバー。その無線を拾え。チーフ、君はあの船で一体何をしていたのかね。ケリオ、
つけてきました。
もいない墓は沈黙に満たされた。私の役目は終わったようだ。だが私はまだ安らげない。質問がたっぷりある。私が尋ね、お前が答える番だ。いいわよ、始めて。